大決戦。超ウルトラ八兄弟。大決戦。超ウルトラ八兄弟。大決戦。超ウルトラ八兄弟は2008年9月13日に全国小畜経営映画館にて公開されたつぶら屋プロダクション制作の特撮映画作品。キャッチコピーはこの世界を僕が守る昭和ウルトラマンシリーズのオリジナルキャストが出演した前作。 ウルトラマンメビウスウルトラ兄弟の好評を受け、本作ではさらに昭和ウルトラマンと平成ウルトラマンの共闘を描く。タイトルの通り、本編には、ウルトラマンティガ、ウルトラマンダイナ、ウルトラマンガイア、ウルトラマンメビウス、初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマン A の8体のウルトラ戦士からなる、超ウルトラ8兄弟が登場する。いわゆる、 平成シリーズである前三者と他の光の国シリーズメビウス含むとは予感が異なるためにこれまで相入れなかったが今回はパラレルワールドという形で初の共演を果たしている本作は横浜港開港150周年の前祝い作品として制作されそれに合わせて横浜が本編の舞台として設定されている横浜市が撮影に 全面協力し、通常は映画などの撮影を許可していない横浜中華街や横公園などでも特別に撮影が行われた。2018年現在、TBS 系列局が制作に関わった最後のウルトラシリーズであり、平成ウルトラシリーズ全般を指揮していたつぶらやかずおが制作に関わった最後の作品もある。ティガの起用について、プロデューサーの鈴木清は、 ティガは多くの伝説と記憶を残した作品。ウルトラシリーズの総決算の作品を目指すと語った。また、主演を務める長野博士は、ウルトラマンティガ・ザ・ファイナル・オディッセイ以来、8年ぶりに窓化大語イコールティガを演じる。他にも、アスカシン、高山ガイラ、日々の未来、そして前作に引き続き4兄弟の人間体もすべて、オリジナルキャストが演じている。 平成三部作の主人公が人間体で共演するのも本作が初である。本作はかつてウルトラシリーズがテレビで放映されていた世界に本物のウルトラマンが現れるというティガダイナガイアと似た設定だが大きく違うのは別の世界でウルトラマンとして戦った者たちメビウス以外が普通の人間として暮らしている世界が舞台という点である。 テレビ本編でのヒロインたちもオリジナルキャストが演じており、彼らの妻や恋人として登場するほか、かつて防衛隊員などを演じた俳優が多数亀を出演している。また、吉本隆美が演じるレナが、ジップの黒部真演じる早田の娘に設定されている、ほか、女性キャラの娘役として実施が多数出演し、ガイアでの共演が縁で結ばれた、高野八世と、 石田ゆかり夫妻実施と共に、夫婦役で出演。監督の八木武氏は、佐原健治、河内民夫、木本良、影丸茂木、石橋慶は、脚本の時点で出演を前提とした当て書きだったと、証言。長野と、宗方役の大滝昭都市以外の経済観光局、観光交流推進課の職員は、本物の横浜市役所の公務員が出演。登場怪獣 宇宙人においては、舞台である横浜と縁のある、ゲスラ、セブン最後の敵パンドン、光の国シリーズの宇宙人の中でまだ、再登場していなかったヒッポーリと星人、主役である、ティガの怪獣シルバゴンとゴルドラスが登場。本作より、本編の撮影方式が、従来の 35mm フィルム撮影から HD24P、ハイビジョン方式に切り替わっている。 特撮面では、ミニチュア特撮と CG 奏法に力が入れられている。入場者プレゼントは、大怪獣バトル EX 怪獣カード、ギガキマイラだった。親子ペア券、一般券、小人券を購入すると、超ウルトラ8兄弟特製プラカップ、大怪獣バトル EX、スーパーコンボカード、ウルトラマンティガがプレゼントされた。前作、メビウス兄弟は、 全評判が好調であったことから、公開前の2006年夏の時点で自作品についての検討が始められた。その中で、メビウス兄弟では、神戸とタイアップを行ったことが意や宣伝に効果的であったことから、本作品では2009年に開校150周年を迎える横浜市を舞台とすることが提案され、同年秋に映画制作が正式に決定された。 方向性が決まる以前には、ウルトラマンタロウを主役に、ウルトラマンメビウスウルトラ兄弟2のタイトルで、企画された。長谷川慶一が執筆したプロットには、タロウの他に、メビウスや本作にも登場する4兄弟、ウルトラマン、セブン、ジャック、エース、前作に登場しなかったウルトラの父、ウルトラの母、ウルトラマンデオ、アストラ、ウルトラマンエイティ、ウルトラマンヒカリ、 メビウスのレギュラー、クルーガイズのメンバー、そして成人している設定で、ウルトラマンの星のイサム、帰ってきた、ウルトラマンの坂田二郎、ウルトラマン A の梅津団、ウルトラマン太郎の白鳥ケニチが登場。鳥、沢康瀬によるペギラ、バードン、アストロモンス、タイラント、グランドタイラント、タイラントに、ゴモラ、エレキング、ツインテール、バキシム、アストロモンスが合体した。 強化版のデザイン画も完成していた。しかし、メビウス兄弟同様の路線とすることに、会議的な意見が多く、この案は不採用となった。バンダイからティガをメインとすることが提案され、長野博の出演が確定したことにより、2007年4月から企画が再始動した。プロデューサーの鈴木清による当初の案では、登場するウルトラマンはティガ特段の5人。 ウルトラマン、セブン、ジャック、A、メビウスのみだったが、長谷川がダイナとガイアも登場させることを提案し、八人のウルトラマンが登場することとなった。ストーリーは、当初のプロットでは地球に隠れ住むヒっポりと星人の科学者とその娘が軸を歪めてしまうという展開だったが、最終的には赤い靴の少女と黒い影帽子との対立を軸としたシンプルな構造に改められた。 監督には、前作と同じく、小中和也が予定されていたが、スケジュールの都合がつかなかったため、当時、ウルトラセビン X を担当していた、ヤギ・タケシが起用された。ヤギの参加後にプロットが完成し、主演の長野も交えて、脚本作業が進められた。当初は、パンドンではなく、ブラック・キングが検討されており、第一行の脚本段階では、ベロクロン、アーストロン、ゴルザ、 眼球の登場も予定されていた。本編は2007年10月に、特撮は同年12月にそれぞれクランクインした。テレビ番組のヒーローウルトラマンに憧れるマドカ大号、アスカシン、高山がいらの3人は赤い靴を履いた不思議な少女と出会い、夕焼けの空に輝く一番星に願い事をする。大号は宇宙船の船長になること、アスカはプロ野球選手になること、 我が夢は科学者になって、第五の乗る宇宙船を開発すること。しかし、それから25年の月日が流れ、第五は横浜市役所観光課の職員、アスカは横浜スタジアムのボールボーイ、我が夢は横浜マリタイムミュージアムの学芸員として、ごく普通の平凡な日常を想定いた。ある朝、横浜上空に新気楼が発生。その直後、 ダイゴは見たことのないウルトラマンを目撃。さらに、ウルトラ兄弟が戦う夢を見るが、ダイゴと親交のあるハヤタ、諸星、ダン、ゴーヒデキ、ホクと星氏が変身していた。数日後、ダイゴは自分の住む世界とは似て、非なる別の世界に迷い込み、ウルトラマンメビウスと怪獣キングゲスラの戦いに遭遇。TV で見たウルトラマンとゲスラの戦いを思い出して、 メビウスに助けし、メビウスは、キング・ゲスラを倒した。日々の未来に礼を言われたダイゴは、元の世界に戻るが、同時に、未来も、ダイゴの世界に迷い込んできた。未来は、赤い靴の少女から七人の勇者を目覚めさせて、この世界を救ってほしいと頼まれたという。だが、ダイゴと未来が七人の勇者を探している最中、怪獣キング・パンドンが出現。メビウスは、 キングパンドンを倒したが、スーパーヒッポーリト聖人の罠で、ブロンズ像にされてしまう。勝ち誇る、スーパーヒッポーリト聖人は、キングシルバゴンとキングゴルドラスも呼び寄せる。人々が絶望しかけた中、第五は赤い靴の少女と会ったあの日、彼女と交わした約束をふと思い出した。そして、自分が目撃した、ウルトラマンは別の世界での自分であることを知る。 本来の世界からやってきたメビウスを除き、終盤で全員ウルトラマンとして活躍する、別世界での自分たちとの記憶が、同期化する。ウルトラ戦士たちが覚醒すると同時に、メグとナナウミ以外は、全員別世界で、ウルトラマンたちと過ごしたそれぞれの自分たちとの記憶が、同期化する。本作品に登場する八大ウルトラマンの総称、ティガ、ダイガ、ガイア、 メビウスはそれぞれの基本形態のみ登場。終盤では8人全員が全身を黄金色に輝かせたグリッターバージョンへと変身する。人々が信じた未来や希望の光を得てパワーアップした姿。銀の部分が金、赤の部分が赤みのある金と元々のカラーを金色に変えたカラーリングとなっている。ウルトラマンティガのグリッターティガのように巨大化はせず、 身長は通常時と同じ。本作品の公開に前後して宣伝を兼ねる形でいくつかの番組に出演者が出演している。2009年1月23日発売。発売、販売元はバンダイビジュアル。ウルトラマンの映画作品としては初めてブルーレイディスクが発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。